はい、で本人以外の人がそのネタに共感できると思った時はジャカウ札を上げてください。あれ、はい、このジャカウ札1枚で今女性の間で話題の通販サイトジャカウで使える500円分のポイントと天然ダイヤモンド 0.1 カラット配合ディアモミスト BB クリームをプレゼントします。よーこれ髪やお肌に潤いを与える成分を配合したローションタイプのミストと上品な輝きとシミやくすみもカバーする BB クリームをセットでプレゼント。さらに満点ジャカウが出たらなんと1万円分の商品購入ポイント、さらに番組をご覧の方から抽選で1名様に商品プラス1万円分のポイントもプレゼントしちゃいます。よーよー。ボツネタその1、桜井梨花ちゃん、はい、計算高いなと思う女性は男の前で自分を貶める発言をしておき、そんなことないよと言ってもらうのを待ってる女。これは例えば私街歩いてたらもう絶対ナンパされるんだよね、めっちゃ尻がるそうに見られてるのかなっていうのを女の子に言うと、女の子ってすぐ分かるんですよ、こいつ自慢したいだけだな、ね。さては自慢したいなっていうのが分かるんですけど、男の人ってそういう心理がないらしくって分かんないらしいんです。だからそんなことないよって、そう分かんないよ、本当分かんない、本当分かってないんですか。そうなんです、だからそういう子の中にはやっぱり男の子にしかその話をしない子がいて、そこは計算高いなと思います。それではじゃあリカちゃんに、はい、賛同できるという方、はい、札を上げてください。どうぞ。お結構いますね。すごい。九。全部じゃない？本人以外だから。あそうだ。お。すげえ。すごい。全員だ。すげえ。あった。初めて。満点チャカウがということなので、うん、1万円分の商品購入ポイント、うん、とこちら、はい、おめでとうございます。プレゼント。私もこのビビクリームを塗っても面の皮が厚くならないようにします。なんで喋ってたか分からないからゴリゴリゴリってなったやった。ボツネタその2、中村葵ちゃん、あ、はい、葵ちゃん来ました。自分を控えめに話して一緒にいる友達をわざとらしく立てるふりをして、結果的に自分を立てる女。難しい。さっきと似てるんですけど、自分を下げて言って、うん、相手の隣にいる女の子を上げて言う、うん、私なんかこんなんだから、でもねねちゃんはすごいよねみたいな、うん、を言う子は計算高いなって思います、うん、ああ自分のことはあまり話したがらない子ってことか、はい、アピールしない。どうですか先生、なんか今のは計算高いというよりはなんかすごく面倒くさい人が隣に座っちゃったのかなっていう、うん、で今話聞いててすっごちょっとムカムカしたね話あのボツ理由がですね、はい、もう上げたり下げたりわけわからない。そういうことだよ、そういうことだよ、そういうことだよ。確かにムカムカさせちゃいました。そんな葵ちゃんに共感できるという方札を上げてください。はい、ということで中村葵ちゃんには天然ダイヤモンド 0.1 カラット配合ディアモンミスト BB クリームセットをプレゼントです。はい、おめでとうございます。先生の本読んでこれ塗って綺麗な女性になってムカムカさせないようにします。先生の本読んでって部分計算ジャカウでは新規会員登録された方にもれなく500円分の商品購入ポイントをプレゼントしています。詳しくはジャカウホームページをご覧ください。最後にプレゼントのお知らせです。はい、はい、番組から毎週抽選で5名様に通販サイトジャカウで使える1000円分のポイントと、話題のヘビの成分を使った美肌成分高配合のフェイスパックレビオス新エイクフェイスマスクをプレゼントします。
しかも今週は桜井梨花ちゃんがマンジャカウフダを獲得したので、はい、抽選で1名様に商品プラス1枚目のポイントを差し上げます。満点ジャカウフ、おめでとうございます。満点ジャカウフ、満点ジャカウフ。なので、はい、番組ホームページからどしどしご応募ください、はい、待ってます。